ジュディス・バーシはアメリカ合衆国の子役。人年齢より幼い役を演じることが多かった。10歳の時、父親によって殺害された。本名をジュディス・エバ・バーシと言い,い、ハンガリー動乱からアメリカに逃げてきたハンガリー移民を両親として生まれた。母のマリアは女優を志していたが、後にその夢を娘に託した。ジュディスは5歳の時スケートリンクでスカウトされたが、 3歳と言っても通用する用紙だったという。ジュディスは70本以上のコマーシャルに出演し、間もなく映画に出演するようになった。発音に関する指示を理解して実行することは、もちろんのこと、彼女はより頭を使う、必要のある場面の演技もうまくこなすことができた。彼女は10歳の時点で112センチメートルと、年齢の割に小柄だったため UCLA で、 ホルモンの治療を受けていた。小学4年生に上がった頃、彼女の年収は約10万ドルにもなり、そのお金でロサンゼルスに3つの寝室がついた家を買う予算を得ることができた。ジュディスは子供だけど、俺が今まで見た中で銀行にたくさん貯金があった。こっちがおかしくなるぜ。いつかあのチビガキを痛めつけてやると、ジュディスの父親が言っていたバーシー一家の隣人娘が、 有名になるにつれて、アルコール依存症だった父親は、職業としていた、肺観光を解雇され、口汚く嫉妬深くなり、被害妄想を募らせるようになった。アルコール依存症が悪化し、彼は三度飲酒運転で捕まっている。1986年12月、母親は夫に顔を殴られ、首を絞められたと警察に通報した。物的証拠が見つからなかったため、 それ以来夫を告発することはなくなった。この通報の後、父親は飲酒をやめたが、妻子への暴力はやめなかった。父親は二度とうちに帰らないんだったら、お前の喉を切り裂いてやるとナイフを手に娘を脅したり、ハンガリーにいる妻の親類が亡くなったという伝報を隠すこともあった。ジュディスはカッとなった父親にフライパンやポットを投げつけられ、 鼻血を出したことを親友に話した。度重なる虐待から、ジュディスは太り出し、自分のまつげや飼い猫のげを抜くといった気候が目立つようになった。天国から来たワンちゃん、チャーリーのお話の歌唱オーディション中に、エージェントの前で泣き出したため、母親は彼女を児童心理学者のもとへ連れて行った。結果、身体的、精神的虐待が認められ児童保護サービスへ。 通報された。夫と離婚する準備を行い、ジュディスを連れて、ロサンゼルス市内のパノラマシティにアパートを借りて夫から逃げると、ジュディスの母親がケースワーカーに伝えたため、調査は中止された。母親の友人たちは、彼女の逃亡計画を実行すべきだと忠告したが、母親は住み慣れた家や財産を失いたくないため、計画を断念した。父親が、 潔癖症になったので母親は追い出すべく家の掃除をやめた結果、家は豚小屋と揶揄されるほど汚くなっていった。一家殺人事件から数週間前、母親は隣人に夫に取られる前に娘の連邦税関付金1万2000ドル分の小切手を監金する旨を話した。バー氏の破壊しジュディスの姿が最後に確認されたのは、 1988年7月25日朝に、道を自転車で走っているところだった。その夜、ジュディスは眠っている間に父親によって射殺された。銃声を聞いた母親は、ジュディスの安否を確認するために駆けつけたが、母親もまた射殺された。父親は二人の遺体を三日間そのままにして、家の周りをうろついた後、遺体にガソリンをかけて、家に火をつけた後ガレージに行き、 自分の頭を銃で打ち自殺した。母子の遺体は、ホレストローンセメタリーに収容された。この時の参列者は75名で、多くは子供だった。2004年、バーシのファンによって、墓石を建てるための基金が設立された。アイリンキャラとフレディ・ジャクソンによって歌われた、天国から来たワンちゃんチャーリーのお話の主題歌ラブ・セルバイブスは、この映画に、 コジアンマリーの役で出演したバーシに捧げられたもので、ある。ありがとうございます。